どうもょうでーす。えっ、ー、と、久しぶりのね、実写動画になりますね。ね、今日なんですけど、あの、タイトルにもあるように、東京自転車別っていうね、映画をね、あの、僕はですけど、ニコニコ動画のあれで見たので、その感想を言いたいなと思います。まあ、一言で言うと、え、もう終わりでって感じなんですけど、 なんで,でかっていうとんだろうね僕もともとその,あの YouTube 奪い使い祝いでは有名なあのヒカイマンさんのレビューを見てあこれ見たいなと思って23ヶ月間ずっとめてたんですけどで,でその後にねこの前ちょっと前からそう今2021年の9月9日なんですけど7日ぐらいかなにあのマットさんっていうねあの ウーバーイーツ y ユーチューバーとしては有名な方があの18分ぐらいかけてレビューしてて面白い面白いって言ってたんですけどまあなんか内容がちょっとっ若干ネタバレされちゃったのもあって、あのーまあ、ここが面白いとかあ,のあったんですけどそれ言われちゃってあの逆にあの内容を知っちゃったんですねそれで、あのー、そ,れもそのせいで新鮮味なかったのもあるんですけど そうですね、なんか2人ともなんか結構べた褒めだったんですけどなんかまあ正直なところを言うとまあそうでもなかったかなっていうのはありますね。ただなんというかまあ普通にまあ全国的に言うとまあレビュー欲しい42個はついてるしそれに、あのーあのー、それにっていうかあの監督が言ってるんですけど、あのー、あの映画学校通うために通った。 学700万は返せてんじゃないかなっていうなんか,なんか、ねまあ、今だと、まあ、あの9月10日までは「ポレポレ中野」っていうね東中野にある映画館でしか見れないんですけどもうちょっとした10月からだっ,かだったと思うんですけど23箇所上映感が増えるのであの続くそうなので上映自体は、まあ、順調なのかなっていう、まあ、逆に言うと、まあ、映画としては成功したんじゃないかなっていうのはあるんですけど。 うん、まあまあそれは置いといてまあちょっとそので動画動画じゃないや映画自体の出来としてはどうなのかなっていうと、まあ、正直なんかもうあの周りであの聞いてたあのパソコン越しにね周りに聞いてたあの、あのー、家族も言ってたんですけどまあよくも悪くもウーバーイーツあるあるで終わってねっていうのはあってまあ確かにそう言われてみればそうとも言えるなっていうのはあってまあなんか嫌な言い方するとなんかそのさっきの二人はなんか。 案件でなんか褒めてくださいみたいに言ってもらったのかなって勘ぐっちゃうぐらいの内容だったんですね正直ね。うんまあ、僕自身はそのウーバーイーツとデバイカーを今やっててあのデバイカーウーバーイーツ、e、はあの350件ぐらいこなしてるんですけどああそう去年の,あの12月の終わりぐらいから、まあ、350件なんで超スローペースなんですけど、まあ、着実にやってて。 出前館に関しては、ね、プロモーションのプロモーションって言っちゃダメなのか、まあ、10件終わらせたんですけどあのー、こんな感じで一応経験者なので、まあ、こんなことあるよねっていうのは分かるんですけど、まあ、それにしてもなんだろううんなんかそうですね、うん、まあ監督がねまあ見てれば分かるちょっとお姉っぽい喋りなんですけど甲高い声でね。 あの友達の泊めてますよね山,山,山梨であの映画の仕事はもちろんなくてであのタクシー,タクシー運転代行をやっててでそれでその仕事がなくなっちゃってで東京に出稼ぎ行くべって行って行くんですけどあの友達んちに泊まらせてもらったりとかあの自,転自転車譲ってもらったりとか結構あのなんか。 人当たりの良さで得してる面があってそこ羨ましいなと思うんですけどなんか結構あのあのへたれたりとかもしたりしてて面白いなとは思うんですけど逆に言うとなんだろうねうんそうですねまあなんか物足りないっていうかもうあのその一応そのなんか一応時間見ながら見てたんですけどそのニコニコ動画で見てたんですけど あれ終わっっちゃったみたいなこれから何かあるのかなと思ってずっと我慢して見てたんですけどええ終わりみたいな、うん、なんかあれ何かなんか言いたいことがあるのみたいな伝わってこないよみたいなとこがあって、うん、あのネタバレしちゃうとあんまり面白くないんで言わないんですけどいちいち僕はあのえっていうでっていう終わりみたいな感じですねさっきも言った通り。うり、ん、なんでな何がこの動画で言いたいかっていうとまあその 興味あるんだったらあのうんそうですね10日までだったら、まあ、とりあえず、まあ、ニコニコ動画で見て、まあ、それ以降だったら、まあ、本当に見たいんだったら見てもいいけどその分でもし後悔したとしたらあのの交通費と映画代はあの帰ってきませんよっていうところですね、うん。僕はまあおすすめするかしないかでいったら悪いけどしないですね。うん なんかあの普通になんか普通になんというかなんだったらその時間あったらの出前館稼働してた方がいいかなって感じですね。それでお金稼いでた方が楽しいですね。その手紙ぐらいだったら。なんていうかその学びとかあの感動とかその辺を僕は求めてたんですけどリアルドキュメンタリーなんでその辺求めてたんですけどまあそこまでなかったかなっていうのがあってそういう意味では。 うん、まあ映画の,その区切りの期間もそんなに長くはなかったんですけどまあなんかうん、まあ、映画館で見てないっていうのもちょっとあるかもしれないですけどね、うん、ちょっとねあのそのプロコンっていうなんかそのカメラみたいなのとあと自分自,分自撮りの,そのスマホでやるんですけど映画の内容自体はねあとちょっと字幕がついたりしてやるんですけど。 それもなんか映画館で見た方がかあの、まあ、補正かかったのかなっていうのはあるんですけど、まあ、それ差し引いてもやっぱりそんなに面白くなかったかなっていうのは正直ありますねまあたまにあの外れ映画皆さん弾くと思うんですけど、まあ、ちょっとそっち側かなっていう気はしますね正直僕は申し訳ないですけどあ青柳監督分かんないわ申し訳ないですけどねうんそうですね 逆に UberEats やってる人だったらそのことは当たり前だよねっていうのもあるしやってない人からしたら別になんかよく分かんないなーっていう興味ないなーってもあるしどっちが見てもつまんない動画映画になってるんじゃないかなっていう感じがしてちょっと残念でしたねいや逆にもう23ヶ,ヶ月間ね期待し続けちゃってたんでねいつか見に,行こう見に行こうってね。 そこは良くなかったかもしれないですね。期待、やっぱ期待が高まれば高まるほど、あの、そのギャップが激しいとね、あの、損するんでね、そこはしょうがないですね。うん、そうですね。まあ、ウーバーイーツ入門として見る動画でもないですからね、そういう意味で言うと。うん、別にね。その辺は、あの、ウーバーイーツだったら情報を YouTube でいくらでも出回ってますし、うん。 あの自分なりの攻略法なんてあとでいくらでも作れますからそういう学びのためにも見る映画でもないし、うん、だからといってなんかエンタメ的に面白かったかなというと僕はそんなに別に面白くもなかったんで、うん、ぶっちゃけ微妙でしたね。 頑張ったとは思うんですけどその稼働ちょっとネタバレになっちゃうんですけどその稼働的にはちょっとあの監督まあまあまあ頑張るんですけどその12時間とかね稼働して頑張るんですけどその一日一日の記録取ってくれてんで稼働頑張ってるのは分かるんですけどとはいえなんだかうーんっていうわかんない感情は起きましたね。う まあちょっと金返してくれと思っちゃいましたね1500円。うん。悪いけど、まあ、これが映画館に見にポレポレに行ってたらも,うもっとひどかったんでなだったら父親と一緒に見に行こうと思ってたんでねもう5 6千円吹っ飛んでたと思うといやいたたまれないですね。うんだから何が言いたいかっていうとまあ正直おすすめしないのでまあうんそうねあの映画館で見ないで。 もうちょっと時期過ぎた後にあのー、本当に見たいんだったらあのタヤでレンタルすればいいんじゃねっていうところですかねまあこの辺にしたいと思いますまあ酷評しすぎてもねまあそこそこ受けはいい映画なんでね、うん、僕の意見ということでご参考になればなと思います、あのー、なんかそのね期待したけどレビューもいいしなん YouTuber もいいって言ってるし期待して見たのにがっかりだったから どうしたらいいんだっていう人を1人でもなく、すためにこの動画を作っているっていうことをお伝えしておのおの終わりにしたいと思います。今回ありがとうございました。えー、この動画がよろしければ、チャンネル登録高評価、えー、コメントあそうですね。今度はやっぱり俺は面白いよ。とかあ、確かにつまんなかった。見た人がつまんなかったよね。この動画、あ動画では映画映画とか思う人はコメントしていただければなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ